次の勝負はソラちゃんが何がいいかな決めて。この前やってめっちゃ時間かかったけど面白いのはパズル、うん、もうぷよみたいのがあったけどぷよみたいなのがあるの？ある。何でもいいよ。これ何それ、これめっちゃ時間かかんの。そうなの。いいよ。やったことないや。これパズルゲームみたいな。やってみる？シックスボールパズル。これは、うん、そういうパズルゲームが得意な子が勝つやような落ち物パズルで。同じ色のボールを6つくっつけると消えるよ。どっちを操作するの？上？上まで積み上がったら負けね。降ってくる。降ってくる。本当に降ってくる。うん、やつでこう、うん、こうやって置くんだけど、はいはいはい、6つで消えるって感じ。ほら、あーなるほどね、接続するんだ。で形があって、この左側の緑の人いるじゃんみたいに円を作ると相手にめちゃくちゃ落ちてくる。うわ難しそう。いっぱい来た。うわなるほどなるほど。あと、うん、ピラミッドみたいに3、2、1って やってもいっぱい落ちる。すごく綺麗だった。そこ3、2、1か。うん、ピラミッドと円形にすると相手にぶつかって、うん、でそうじゃなくて単純にただ消えていくって感じ。相手に行くこともないって感じ。うわなるほど、ただ消すだけになりそう。最初はね、形とかが、そう、くるくるして、はいはいはい、円かピラミッドを作って、みたいな。これはどうなる？あ、こうなるの。私は、難しいかも。いつも、運で作ってるから、できたりできなかったりする。ああ、なるほどね。うん。なんか、ピラピラしてる。ピラピラしてる。あ、いや、なんでもなかった。背景の景色だった、ピラピラしてたの。あね。おー、欲しいな。やばい、全然なんか形作れる気がしない。そうなんだよ、だからただ消していってどっちかが積み終わるの待つみたいな。そうするとね、めちゃくちゃ時間かかるんだよね。はいはいはい。で、なんかブドウみたいになっちゃった。あ、かわいい。逆三角形だ。あ、これ三角形なのかな。あ、なるんだ、それも。すごい。マジか。逆三角形ありなのか。あ、めちゃくちゃ落ちてくる。やば、消さないと私。ピラミッドとか作ってる場合じゃないや。消さなきゃ。私、消していかなきゃ。あー、こうか。あ、やば。わあ、なるほど。結構なんか難しいね、これ。テクニカルだね。考えていかなきゃいけないからね。うん。ただもう私、てっちゃう、うん、ビビるぐらい不利だと思うな、今。積み上げてるね。そっちが振らせてきたんだよいやー、愉快、愉快。愉快。やばい、一気に窮地に行きそうな。あー、なるほど、これあれだな。いけいけいけ、赤。あー、落ちちゃった。あー、間違えた。助かる道ができた。囲みたかった。あー、嘘、連続で消えた。え、連続はポイントあんの？何にもない。ないんかーい。ないのかーい。形以外のボーナス何もない。結構むずいぞ。脳みそがその子のさ、考え方に追いついてない。わかるわかる。どうしようってなるよね。うん。なあ。あとね、数間違える。6つかってなる。あ、確かに。なんかでも変に技狙おうと思うと消せないんだけど。あ、もうやばい私。あ、もう終わります私。あ、もう私終わりです。あ、ドラちゃん
うぅ、勝ち。これ難しい。しかもめっちゃ短く終わった。確かに。